ごきげんよう、タコボンドです。さあね、このおもちゃの列車を組み立てて、なんか走らせることができるみたいなね、結構むしろいい感じのゲームがあったんで、やっていこうと思います。まあ僕もね、これ今までマイクラ風のゲームだったり、まあいろいろね、組み立てていくゲームをね、数多くやってきたんで、素晴らしいもの今回作れるんじゃないでしょうか。早速じゃあプレイでやっていこう。さあ、こっから始まるんだね。あ、なんかこっからもう線路引けるのか。おー、こんな感じで。結構リアルだな。どうしようかな。じゃあ長めにちょっと作ってみようかな、こっちの方。あ、これで高さとか、高く上げたりできるんだね。ジェットコースター作れるよ、これ、列車で。え、でもこんな高く上げすぎると登れなくなっちゃうかな。こんな感じにしとくか。で、これで、あ、なんか建物系も設置できるみたいだ。これじゃあ、わ、いや、いいな、これは。どうしようかな。じゃあ、ここら辺に設置してみようかな。家を。お、こんな感じで設置できるんだね。じゃ、この家も、ちょっとこれ、2階建てって感じか。お、街ができてきたよ。じゃ、他にも、これ、ランダムか。ランダム、ハウス。あれ、これ、向きって、変えられるかな。これでいけるね。ランダムってことは、こんな感じで、ランダムで、家が出てくるんだね。これ、いいんじゃない？こう、じゃ、立ててこう。いいね、カラフルで。ちょっとね、ヨーロッパ風な、こういう家が出来上がった。これ、家と線路繋げただけで、街っぽくなったな。他にもなんか、面白い系の、アイテムないかな。こういう街灯とかも、ここに設置していけば、おー、いい雰囲気出てきたね。よーし、こんな感じでね、こっちの方にも設置しとこうかな。他にもじゃあ、いやでもこれ面白いな。お、噴水とかもあるよ。あれ、もうここに設置しちゃったか。まあいいか、ここちょうどいいね。さあ、まだまだ、これ、駅かな？じゃあ、この、大きな駅。あれ？駅をじゃあどうしようかな？ここら辺、しとこうかな？ここら辺に、こんな感じで、設置すれば、おー。そして、こうね、ちゃんと、道をつなげて、これはなんだ？人かな？人の積み木。こういうのもあるんだね。他にも、これね、サラリーマン風の人たちをじゃあここに群がせとこう。これでね、仕事頑張ってもらおう。じゃあね、列車発車させて、乗せたりとかできるのかな？どうやってこれ乗るんだ？あ、乗れた。おお。いや、いい街並みだな、こっから見ると。では、発車します。おお、こういう感じなんだね。さあ、作ってきた街をね、こう眺めながら突き進める。さあ、駅、駅だね。おっと、やばいぞ。待て待て。駅通り過ぎちゃった。止まれないのか、これ。はい、暴走してる、暴走してる。おー、ちょっとここら辺くねっているね。くねくねゾーンで、これで、一周した感じか。おー、面白いなー。こんな感じで簡単に作ってみたけど。さあね、今回こんな街並みが出来上がりました。まだね、他にもね、面白いステージがあるんで、そこ行ってみよう。そこかな？プレイ。そう。
家の中ってことか。家の中でじゃあ、組み立てていくんだね。ここにじゃあ人がいて、あ、ここに駅がある。じゃあ人を乗せて、駅で降ろすって感じか。そういう感じで作ればいいのかな？おお、じゃあこのね、リビングで、列車ジェットコースター作っていくか。ちょっとね、危険のないようにやっぱ作らないとね、お客さん乗せるから。今までね、建築してきたプロの技っていうのをね、見せていきたいな。これね、組み立てて、線路つなげてね。さあ、まあ、こんな感じでつなげばいいかな。で、ここに、どれだろう。これかな。このなんか、駅みたいのを設置すれば、お、人が動いたよ。これでじゃあ、待ってくれるんだね。お客さんが今、駅で待ってる。じゃあ、ここから、向こうの駅までつなげなくちゃいけないのか。じゃあ、これね、やっぱスリルを味わえるような作りをね、していかないと。やっぱね、楽しみながら、列車乗っていこうかな、みんなで。いや、これ、あ、どうだろう。でも、こんな感じでいいかな？これちょっとちょうどいいね。そっからまあこうつなげていけばいいんじゃない？で、これこっからどうするんだろう。とりあえずこんな感じでいいかな？じゃあ家とかも建てていくか。まあ、雰囲気をね、出すために、こういう物件をじゃあ建ててこう。やっぱね、駅の近くにこうね、建物建てておけば、なんかそういう感じ出てくるんじゃない？まあ、これソファーの上だけど、じゃここにもね、建てていこう。家の中でね、こう街づくりするってなんか楽しいな。あれ、なんかここ建てれないぞ。この時計とかいいんじゃない？時計台。やっぱ電車というか列車乗る人は、やっぱね、常に、こういう時間気にしてると思うからね。ここら辺にじゃあ設置して。それから、この風車とか。おお、これ、ここを線路途切れたところで、ここに風車置いとこう。いや、近いけど。近くて危なそうだけど、まあ問題ないね。一通りこんな感じでね、リビングに街が出来上がりました。じゃあ列車発車させて、お客さん乗せてね、駅まで連れてこう。やっぱね、これ僕自身が運転するんでね、安全に行こう。事故なく。それがね、車掌さんとしての見せ所だと思うから。さあ、行きますよ。ちょっと怖いな。ここでちょっとブレーキしといて、慎重にね。いや、これ大丈夫か？さあ、おっと、通り過ぎちゃった。やばいよ。難しいな、操作が。まあ、一応バックできるんだね。よーし、じゃあここら辺で止めとけば、あれ？待って。完全に止める方法をどうやるんだ？お、ちょっと動いたぞ、お客さんが。よし、あ、乗ってる乗ってる。これで全員、いや、まだ一人乗ってない。ちゃんと全員乗せないとね、ここは。よーし。あ、これ点滅で、あ、こう変わるのか。よーし。それじゃね、発進していこう。さあ、駅は向こう。みんな、心配しないでください。僕はね、今日初めて運転するんで、事故なく、ちょ、ちょ、ちょ、やば、なんか、やば、なんだこれ。ちょ、待って。この積み木邪魔だって。お、大丈夫？お客さん大丈夫？お客さん大丈夫だった。よかった。これ事故じゃないよね。大丈夫だよね。ちゃんと屋根ついてるから、問題ない。
さあ、10人全員、なんとか、お、いけましたね。クリア。それからまた新しくお客さんが、あ、ここか。ここにまた新しいお客さんが、そして駅はここか。じゃあまたつなげていくか、こっから。こっから、下から行こうかな。ここ上の方線路があるし。こうね、まあ今まで作ってきた線路とぶつからないようにやっていかないといけないんだね。で、こう下まで行ったら、今度はね、上がってこう。上の方にお客さんが溜まってるから、こうね、あ、でも行けるか？ちょっと向きが難しいな、ここ。こうカーブしていって、これで、いけたいけた。さあ、じゃあここを一直線に、おっと、待て待て、こっから上がっちゃったらちょっと危ないな。一直線に、ま、つなげておいてと。そっから駅だね。で、駅のすぐ近くで坂作っちゃったら、ちょっとね、ブレーキが効かないと思うから、まあ、勢いね、出ちゃうと思うから、ここら辺から、こう、緩やかに、こうね、つなげとこう。これがね、多分技だと思うから、技っていうかね、コツ。一通り線路できたから、次は、これでね、駅を、よっしゃ、ここら辺につけて、これで、お客さんが、登り始めたよ、ここ。お、早いな。それからじゃあ、街並みも作っておくか。ここら辺はもう、家建てまくろう。住宅街みたいな感じで。あれ、なんかこれ、家の上に家が建てられちゃったんだけど。あ、ここは無理なのに。偶然、そうなっちゃったのかな？まあ、ここ横びっしりと建てていこう。こっち側もじゃあ建てていこうかな。こうね、家と家に挟まれる線路。ここら辺の住民すごいうるさいと思うけどね。これいいんじゃない？おー、なんか、街って感じが出てきてる。それから、あ、これ、このメリーゴーランドを、じゃ、この駅の近くに設置しとこう。いいね、遊園地でもないのに、ここに設置する。そうすることによってね、ここら辺の街人気出ると思うから。いや、素晴らしいものができてくよ。このツリーとかも、この上に設置できたよ。この上に木が生えちゃったよ。これまあ一通り完成したんで、早速じゃあお客さん乗せに行こう。さあ、ここはまだいないんだね。さあ、じゃあ発車します。いや、いいね。なんか乗ってるけど、積み木の破片が乗ってるけど、まあ、今回も事故なく行こう。いや、いいね。でもこの街並み、カラフルな家をね、こう見ながら、運転できちゃう。あ、でもこれ、ちょっと、無理か？この坂。坂が急すぎて、登れないな。いや、いけるいける。なんとかいけたいけた。前回のこのエンジンだけど。さあ、ここら辺からちょっと、速度を落とさないと、通り過ぎちゃうからね。さあ、待っててね、お客さん。今のところ事故はないよ。安心してこの列車乗っててね。さあ、ここからちょっとずつ進んでいこう。さあ、今回も10人だね。全員乗せてこう。そこで、この点滅が黒くなれば完全に止まるから、これでね。おお、乗ってった乗ってった。よーし、全員乗ったかな？じゃあ、こっから少しずつスピード上げてって、発車しよう。さあ、お客さん見てください。このツリーの上にツリーが
建てられて、その上にツリーが建てられてる謎のタワーです。いや、喜んでるね、今顔見えたけど。あっちか、やばいぞこれ。待って、これなんだ。ここになんか積み木が乗せられてる。お客さん大丈夫です、安心してください。これほら大丈夫だよ。ちゃんとね、この列車屋根がついてるから。ここでちょっと待って、ブレーキ、ここで慎重に駅を止めてね。さあこれでお客さんみんなついてよ。さあここら辺止めていこうかな。さあお客さん着きました。お客さん着きましたよ。あれ、もうちょっと進んでここら辺で止めてみようかな。あれ、お客さん降りないよ。あれ、もしかしてこの駅じゃなかった？別の駅だったかな。ここで止めてみよう。いや、お客さん完全に降りないね。こっちの方だったかな。どうやら降りないみたいなんでね、このまま進んでいっちゃおう。ここのまま進んでいくと、見てください、あれ、ちょっとあそこで途切れてるな。線路途切れてるけど、これどうなるんだ。お客さん、じゃあジェットコースターやってこう。さあこれで来た来た。お客さん大丈夫だよ、ほら。おー、本当に大丈夫だったか。おー、よかった。まあ、こんな感じでしたね。ここ家とぶつかると思ったけどね、なんとか大丈夫だったか。おお、花火もあるんだね、この世界。綺麗だな、リアルだな、花火が。といった感じで、今回こんな街が出来上がりました、この家の中で。いや、あれ待って、これすごいな、時計台の上に家が建てられてる。まあ、こんな感じで家の中で列車ジェットコースターが作れるゲームでした。ではぜひチャンネル登録、グッドボタンもお願いします。